ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと話さん。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、何だっけ、何言ってたっけ、そんなヤバい話しとったの。ヤバすぎやろ。やばい。あと、全然見てない。俺も丸だけやもん。あとはもうそんなのするんだ。まあ、ヤバい。はい、終わりました。よし。ナイスゲームでした。ホールド勝ち。試合ホールド勝ちですね。試合結果いきますか。いきましょう。7-0？ いや、8-1？ あ、ごめんなさい、全然。もう1点取られたな、そういえば。8-1の…なんなら序盤戦出たから。うん、そう、先制って取られたしね、そんで。ちょっと焦りましたもん。だけど、まあ、僕らのチームのね、あれですわ、特徴ですわ。スロースターター、はい、鬼のスロースターター。鬼すぎ、あの、2巡目まで誰も打ってないから。実際、ノーヒットないから。ノーヒット、ノーヒット。やばいパターンや思いましたね。まあ、あれですや、試合結果は勝ったのは当然として、まあ、個人成績ですよ、問題は。行きましょう。行きます、はい、あの、彼の打撃フォームの…そうですよ、ノーステップどうやったか。ノーステップの行方というか、確かに、はい、新鮮すぎた、はい、あれは。はいはい。じゃあ、さっき僕行きます。はい。4打数1安打です。はい。おー、ナイバッチ。ちょ、あのね、しょうもないヒットでしたけど、やっぱり今日体バカ動かんすね、花粉で。今日全部打つかさ、ここやったやばかった。マジで。ほんまに。あんまあんな見たことないもん。確かに。ほんまに綺麗。長すぎる。体の綺麗。最近ちょっとまた太りまして、また痛風が出まして。やばい。選手。そうなの。はい。プリン体やん。大プリン体です。プリン体です。僕。なるほどね。はい。中でもやっぱりきっちりヒット1本は打ちますっていうところですわ。なるほどなるほど、はい、で守備機会もきっちり。そうやね、守備は2人とも良かったね。そうですね、守備ほんま確立してきてない。守備機会結構あったけど、見た最近、ここ最近のショートのやらないでしょ。ないし、まあゲッツも取れてたし、ゲッツスローイングもね、2人とも安定してるから。そう、早田、坂本早田、そんなええもんちゃう。そうそう、もう次ゲッツ、次誰かいて、いて、はい、はい、僕ですね、じゃあ、はい、3打数1安打、1タイム一安打だけやった。あの幻の三塁打。あ、そうやそうやそうや。これ言いたい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 。ああ、ね、パワーで持っていくかいや。タイムタイム。おお。タイムかかってたよ。おお。タイム。タイム。タイム。言ってくれあれ、ほんま。彼ね。打席立って、あれだからレフトオーバーか、左中間ズバーン抜いて、結果三塁打やったんですけど、その前に彼ファールボール打ちまして、三塁側にその跳ね返ったボールがレフト線ぐらいに転がって、レフトがそのボールを取りに行ったと、うん、で三塁審判がタイムを取った、うん、それを、主審が気づかずにプレー続行してそのまま打ったんで巻き戻しということで。どうなんそれ。で、まあうちの監督行きますよね、どういうことやと、うん、ほんじゃ気づかんかった。えぐいね。そんなことが許されんと野球で許されへんやん。気づかんとかあんのだし、あのタイムやったタイムでいいわ、タイム取ってたあるやん。でもさ、確かに一塁審判止めようや、この走ってきた時に、ね、走ってる最中にね、ちょ待ってみたいなね。そうそうそう、なんで完結させるの。走り終えてちょっとしてなんかいきなり時止まったんすよ。そうそうやし、三塁審判もう流してたもん、ね、あれ一塁審判が言ってなかったらあれ流してたよ。確かに隠蔽しようとしてたで、ね、あ、まあ言いましたけどみたいな。まず主審が気づいてない時点でさ、インプレーじゃないのそれ。いや、ね、まあどうね、まあそうやな、主審が気づかんのはしゃあないと思うね。三塁審判のなんかわざわざ見てないし、はい、でっかい声出さんかったら気づかんし、確かにベンチも気づいてなかったし、俺気づいてないね。気づかんかった、うん、この夏にでもそれはきついですね。そうで、よう走ってます。次の打席、レフトフライをレフト落として一塁出て、で、次の打者が、あのね、左中間から打って、そうそうそう、4つまで帰ってくるっていう。2周したんやな。そう、ほんまに綺麗に2周したもんな。ほんまきついて、あれ頑張りましたよ。だからまあ結果3打数1安打で、うん、どうでしたか。いいやん、いい感じやったけどな。いい感じやったけど、あの好きではないよな、その。そう、なんか追い込まれたとも、なんかファールとかも逃げてたもん。あんまどうなのな。オーラが小さかった。求めてないってこと。どうなの。いや、結果は出てるっていうか、出てるから、いいの出てるから、うん、認めざるを得ないんだけど、なんかこうこれ動画的にってこと。動画的とか、スカーンっていかへんよな。なんかその、前までのやつとかやっぱ。確かに。まあ、なんか俺の今日の全部のファールめっちゃいい感じやん。よかった、ね、全部打ちから当たりはな。あ、それやったらいいんちゃう。 それやったらある程度続けてみてみたいな。ちょっと今日の感じで見ると続けようかなと思いました、うん、やし、そのあかんなって思った時の引き出しとして持ってるのありやから。そうです、うん、いいんちゃう。今は多分戻すより継続やわ。左中間バーン行ったし、Aファールも出たし、うん、あ、確かに出てた。そう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 、まあ、一歩間違えたら満塁ホームランやったから。あ、そうやな、マジミスって。ファールしか打たれへんわ。それあれは最悪だ、はい。まあ、だから僕のノーステップは、ね、皆さん見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっといい感じでした。いい感じ、
ナイスバッティです。継続します。僕ですね、僕は3打数1安打の1打点です。よかった、いいね、いい1本ね、レフトに、ね、いいの言ってた、うん、1本よかったけど、その後やばなかった。その後はちょっと、その後、え、前やったっけ、三振したよ。まず三振したし、あれひどない、ブチブチのサードゴロみたいな、思い出すなって。ちょちょちょ、あれは三振ってすごいよよしかも外の、確かにね、外のまっすぐです。普通に140キロ後半のピッチャーの球の空振りの仕方、刺されましたもんいやいやいやあれはひどいと、あれはひどい、なんか定期的にお前三振するよな、三振する、あれなんなん、分からん、あれなんなん、分からんな、うん、でもでも打つねんな、そう、そういう時、ま、いい時一本あったし、俺今日改めて思ったんだけど、こいつの守備やっぱ安心やわ、守備はエグいな、そう、守備うまいでしょ、いやし、あのショート後ろやんか、ある程度だから、もうなんか俺あんまカバーいかんもん、お前の時、あ、マジですか、2回か、あんま行ってない、守備はうまいね、安心安心、でも バッティングね、1本出たんで、そうですね、まあ、さ、冒頭に言っとった全員安打達成というか、だいぶ相手からの試合としてはナイスゲーム、上出来でしたね、はい、3人とも次に期待できるような感じでした、ね、まあ、次は来週か、じゃあ、この多分来週、まあ、その今やってる試合次第で来週なのか再来週なのか決まるみたいなんですけど、すみません、ちょっと僕先に言ってます、来週こっちなんですよ、マジっす、これ始まった、どこ行くの、じゃあ、あのね、先週何何彼女の誕生日にして、はい、それが、まあ、彼女仕事があったんで、はい、祝えなかった、来週で、2人の予定がバチッと合うのが日曜日なんで、僕らの誕生日は日曜日にしましょうってことをしたんですよ。来週すいません、あ、え、君たちの地元、和歌山行ってきます。和歌山行くんですか俺、和歌山大好きで、すいません、これ野球関係なくて大丈夫ですかあの編集でなんとかしてください、和歌山大好きで、皆さん、ね、日曜日、じゃあ僕らが汗水垂らしてる中、和歌山でラブラブしてると、はい、イチャついとる、はい、ゆかりリゾートしてます、あ、知ってる、あ、ゆかりリゾートある、めちゃくちゃ知らん浜やん、そう、いやねんけど、あれな、コスパめっちゃいいね、まず、でほんであるやんな、金のあの、あれじゃない、入ったとこめっちゃいい、あー、あるあるある、あ、そう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 、なあれね、すごいよあれほんまに革命よだってまず、あの、バイキングなんよ、僕バイキング大好きで、はい、マグロの解体ショーあるからね、え、そうなの、ゆかりと解剖、いや、俺、いや調べてみて、これもう10回ぐらいってこれで、夜の7時ぐらいにビンゴ大会あるの、はい、1枚500円で買うね、それ俺、20枚ぐらい買って、毎回ビンゴ大会、ビンゴ大会景品結構いいんです、1位は、ゆかりリゾート叩け、マジですか、またいけるやんそう、だから、もう無限ループなんよ、俺絶対1位取れた、だって20枚くらい俺しかおらんし、 あと他、おじいちゃんおばあちゃんとかが2人で1枚で、あ、はいはい、あ、ドキドキとかやっときながら、俺もう20枚に机並べてってるから追いつかないから、ね、そう最低やん、そう、あれめっちゃゆかりリゾートめっちゃいいんで、ポルトリ市場帰り、あ、大好きやな、あの流れが、いいっすね、監督には言ったんですか、監督にリゾート行ってきますって言いますか、言わんわな、この流れで、ね、ようよう見られますよ、社長、あ、ほんまや、そういうことなんです、はい、違います、あの、社長、リゾート行ってます、あの、商談があるんですよ、それのついでっていうか付き添いでね、はい、来週になったらあかんのです、再来週になれば時間次第、まあその午前中とかやったら午前中俺がパパって試合終わらしてそのまま行けるからいいんだけど、すいません、ちょっと、はい、最近ちょっとホヤホヤなんで、それぐらいはせやな、 あと、いいですか、まだ時間、あの、ね、声かけられてましたね、僕ら、ああ、そうですよ、いつも見てます、たまたま会いましたみたいな感じでね、声かけていただいてお名前とかは分からないんですけど、うん、お子さんと写真撮らせていただきました、あ、そう、はい、お、お、いや、もう帰らなあかんみたいな感じで、僕がたまたま後ろにいてたら、そういうのってな、写真嬉しいよね、嬉しい、でも見ていただけて、うん、この動画を見てくれてるかもしれないしね、毎晩見てくださってて、あ、そう、まあ、もちろん塚さんも匠のことも知ってましたし、じゃあ俺のあの、当院でのやらかした恋愛話とかも知ってたよ全部みたいな、そら打てんわ今日そんなあんな話しとったら、まあ嬉しかったね、そうですね、ありがとうございました、ありがとうございました、お名前聞いてないんですけど、まだいつでも写真は僕らね、はい、OK なんで、次僕と撮ってくださいね、はい、僕面白いんで、お願いします、お願いします、はい、それでは皆さん、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします、お願いします、よろしくお願いします。